でよろしくお願いします。オンエアも見てアナウンサーとしてもわあこんなアナウンサーになりたいなと思ってますし。ああ僕らにもアナウンサーになれるのかな。すごい。だいぶ着きました。小畑もそんなこと言ってました。だいぶ慣れた。でも3日目だと。あ確かに慣れましたね。これが。地に足ついてないような感じは若干払拭できたかもしれないです。じゃあ今日は余裕だと。余裕ゼロ、ゼログーじゃない、ゼロ余裕全くないです。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。私もこう新しい視点も見つかってすごくなんかこう刺激にもなりますし嬉しいですよね。いい機会です。何かと思いきや。何？長いじゃん。お疲れ様。ファンです。豊島さん私のファンだ。そこに報道部長もいるから。あじゃあレポートの MC させてください。こうやっていろいろ工夫すればつながりっていうものをどん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 広げていけるんだっていうことを感じましたし、これをきっかけに皆さんにもそういうふうに思ってもらえるように私頑張っていきたいですね。ありがとうございました。はい、真面目すぎないかな。2月よろしくお願いします。2月よろしくお願いします。お待ちしております。また打つ。